スタートしましたほぼ揃いました3番川北円下いいスタートを切ってまずは先頭に立ちます外から12番ウィンファビラス間から6番ラウンドでも先段へさらに外から13番ミッキーチャーの横に広がりますしかし川北円下先頭キープ内から接近するのは5番のクロコスミア1コーナーのカーブです 3番、河北炎華、花を取り切って1馬身のリード6番、ランドネ2番手13番、ミッキー・チャームが外並んでいます2頭の後ろは1馬身14番、ワンブレスアウェイが4番手それに12番のウィン・ファビラスが内並んでいって最内半馬身5番のクロコスミア2コーナーカーブ1馬身、スの後ろ1番、アドマイアリード 外には11番フローレスマジックが並んで間から上がる7番のフロンティアクイーンすでに向こう正面ですその集団の後ろから2馬身差4番アフィラート内2番のノーム・コア後方の45番手1馬身差10番のデンコアンジュ2馬身半相手9番ウランス・チャーム最後方2馬身8番レイホー・ロマンスという体系3コーナーのカーブへと入っていきます59秒8で最初の 1000m を通過 逃げます3番、カバキタ北ンカリードは石破信2番手14番、ワンブレスアウェイが上がっています3番手に13番、ミッキー・チャーム600を通過ウィン・ファビュラスがすっと並んでいきますその後ろからは内に入っている6番のランドネ4コーナーのカーブそれにフロンティア・クイーンが接近していって第4コーナー残り400を通過横に4頭広がるカバキタ北ンカー内粘っているが。 ワンブレスアウェイさらにミッキーチャーム一番外からはフローレスマジック第4コーナーから直線に入っています先頭11番のフローレスマジックが立ったそれを追って7番のフロンティアクイーンが追ってくる坂を駆け上がるさらにはその外から4番のアフィラートアフィラートウラヌスチャームそして外は電光アンジュさあウラヌスチャームフロンティアクイーン並んでゴールイン9番ウラヌスチャーム7番フロンティアクイーンさらに外は4番アフィラート アフィラートはこの2頭の争いからわずかにフリーか9番ウラヌスチャームか7番フロンティアクイーンか